門のそばにある井戸のほとりに神聖な柚子かつらの木が立っていますので、登ってお待ちなさい。そうすればお渡つみの神の娘があなたの相談に乗ってくれるでしょう。聖なる柚子かつらの木の上にいる山幸彦を仰ぎ見た豊玉姫、玉のように美しい姫を見つめる山幸彦、お二人は瞬く間に恋に落ちたのです。